大学の藤原です。今日は広島大学の平和サークルピーチさんのブースにお邪魔しています。今回は平和に関するブースをご紹介します。代表の丸岡さんです。私たちのサークルは平和サークルピーチという名で今回は展示をさせていただいております。はい、まずですね、全部絵の具で手書きでやってるんですか。でこれを1ヶ月かけてメンバーでやったんですけど、まあ、このようにですね、色のムラとかがあっても、まあ、そこから見るとすごい大きな原爆ドームになるんですけど、まあ、それだけじゃなくてみんなにも今回のテーマであるようにみんなで作る平和というところでやらせていただいてますので、来てくださった方にもこのような形で署名をいただくようにしております。印象的なメッセージはありますか。そうですね、いろいろメッセージはあるんですけれども、このようにですね、日本語だけじゃなくて英語のメッセージとかもすごいたくさんあるんですよね。今英語だけですけど、中国語とかいろいろあるんで、まあ、そういうところをやっぱり世界全体が平和についていろいろ考えてるんだなっていうのが感じられます。他にも何の種類があるんですか。そうですね、こちらのパネルはいろんなこう、まあ、沖縄戦の真実だとかそういう形で戦争の関するパネルが飾ってあります。でこちらには国家感染の電球だとか、まあ、戦争に関するいろいろな原爆に関する資料が置かれているので、まあ、このようなこちらも、まあ、すごい魅力的なものとなっています。